今から行くから待ってておくれよ。いつもの席でコーヒーでも飲んで、天気はあんまり良くないけれど、国道越しの海でも眺めながら、白い小さなカフェのマスターは絵を描きながら客を待つ。日が沈む頃には仲間たちも集まるはずだから、急いで
ている。